皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はイレネーボジョンのゲームジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。画面の右下89ターンと出ていて、もう本当に最後の終盤も終盤というところまでプレイの方を進めてきています。まず地球上なんですけども、アクシズがですね、この進行を止めきれていないというところで、かろうじてベルファストに部隊を駐留させているという状態です。地球上ではね、ちょっとしばらくアクシズの進行を許すという形になろうかと思います。ベルファストだけでも保っておこうという考えです。宇宙なんですけども、まずはシロコのティタンズ、その最後の拠点、グリプス2の攻略を始めていきたいんですが、うかつにもルナ2を取られたままになってしまっていたので、この後ですね、ルナ2を攻略しないと、グリプス2の攻略作戦が発動できないという状態になってしまいましたので、今回はまずルナ2の攻略を行っていきたいと思います。ルナ2には部隊としてはですね、まずビグザム、さらにはリックドム隊、ガルバル隊を送っていこうという算段になっています。では早速プレイの方を始めていきましょう。ではルナ2の攻略戦です。パッと見はどうだろうな。ジム、ギャプランとかがいるように見えますが、これらを撃破して制圧していきましょう。まずはビグザムをちゃんと配備できるかどうかですね。補給ライン上にビグザムを配備して、そこからですね、まずはマップ兵器による攻撃を仕掛けていこうというふうに思います。では、ガルバルティ隊を展開しました。この後ですね、ギレン総帥のビグザムは大型メガ粒子砲、マップ兵器、これを撃ってですね、敵を殲滅。さらにもう1機ビグザムいますので、このビグザムもですね、同じく大型メガ粒子砲、マップ兵器を使って敵の数を一気に減らしていきたいと思います。どこまで減らせるかですね。この後のグリプス2の攻撃、攻略を考えた場合、モビルスーツは一機も失いたくないっていうのが本音のところなので、マップ兵器の攻撃をいかに効率よく敵に打ち込めるかっていうのがね、ポイントになるというふうに思っています。では、早速撃っていきましょう。ここまで入るか。直撃してくれれば、かなり戦果が期待できるかなというふうには思いますね。では、ガルバル隊も出していきます。索敵はもうできるだけ、ドロスと、グアジンに任せて攻撃に専念します。ここにはギャプラン、いやガブスレーだな。ガブスレーがいそうでしたね。このガブスレーは難敵だな。損害が出るかもしれないですね。では索敵していきます。まずはガルバル隊で敵に集中攻撃をかけて、味方の損害少なく敵の数を確実に減らしていきましょう。これでどこまで減らして、かつこの後のマップ攻撃でどれだけ殲滅できるかですね。最初の一撃目が重要だと思います。ガブスレイには誰も乗ってないな。であれば倒せる。できるだけ味方の損害を少なくするには、敵のね1ヘクスに対してこちら2とか3ヘクスから集中攻撃をかける方が圧倒的にね損害少ないので、そういう状況が作り出せる中では損害少ない戦略っていうものを取っていきましょう。よし、だいぶ減らした。ここも数は減らせそうですね。雑魚的とはいえですね、数が多いと邪魔くさいので、それらを今みたいに一掃できると大きいですね。もう一射ずつ打てると思うので、見極めながらにはなると思うんですけども、打っていきましょう。さあメガ粒子砲もう一回打っていきます。フルアーマーガンダムのフルアーマー剥がしたいですよね。さらにここも打っていきます。これでだいぶ数を減らしたので、うまくいけばですね、ここはモビルスーツを失うことなくルナ2の最奪還制圧ができるかなというふうに思います。制圧していきましょう。はい、無傷でルナ2の攻略完了してます。この後いよいよグリープ2の攻略作戦発動できそうですね。議連閣下、ティターンズの戦力は低下し、本拠地グリプス2の攻略が可能です。グリプス2制圧作戦を提案します。早速グリプス2の攻略作戦は行っていきましょう。敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。これより我が軍はティターンズ本拠地グリプス2に対する攻略作戦を開始する。自らの野心を満たすため戦火を拡大し、地球圏に混乱を招いたシロッコを裁かねばならん。各員の一層の努力に期待する。さあこれで進行戦を行っていきます。アークシズの動きがねかなり活発になっているので、早くまずグリプス2をね、制圧してしまいたいと思います。生産は相変わらずサイド3本国でハイザックを作っていきます。まあ、ちょっとここまで攻略ね遅れてしまった一番の要因というのがこの生産ですかね。もうちょっと早くハイザックに生産のラインを切り替えることができていれば戦力的には充実できたのかなっていうところは、まあ、反省点として考えています。ガルバルが強いんですけど、生産のコスト、資源、かなり割高なので、バランスよくガルバルとハイザック生産することができればね、もうちょっと戦力大きくできたのかなというところですね。ガルバルに生産を頼ってしまったことによって数が用意できなかったというのが、まあ、この最終盤に来て思うように軍が展開できていない一番の要因かなと思います。報告いたします。ティターンズの村雨研究所が何者かに襲われ壊滅しました。しかもたった1機のモビルスーツによってです。もしこれが事実なら異常です。注意してください。村雨研が襲われた。ティターンズの村雨研が襲われたってことはもうアクシズしか考えられないですよね。アクシズがサイコガンダムマーク2を投入してくるなんてことになるとちょっとまだ厄介ですが、こちらはとりあえず何はともあれグリプス2の攻略を最優先します。地球の方はですね、もう半分がアクシズの手に落ちたという状態になってしまいましたが、まだまだ巻き返しのチャンスあると思いますので、しっかりとね生産の方は行っていきたいと思います。生産は地上ではハイザック生産していきます。水陸両用タイプのハイゴックも捨てがたいんですけども、ハイゴックはねまだある程度数残っているので、今は地上で十分に運用できるハイザックを作っていきます。では再びグリプス2の攻略戦を行っていきます。まあ、どこを拠点として取れるかっていうのはすごく重要ですけど、まずここは最優先で確保したいですよね。ここね。で今回もビグザムは2機、用意してますので、まあ、ビグザムによる砲撃で、まあ、雑魚モビルスーツをどんだけ効率よく、まあ、仕留められるかっていうのもね、戦局を大きく左右すると思いますので、正射のタイミング位置取り、ここはね注意を払っておきたいと思います。まず敵の第1波攻撃はステイシー・リックドムで防ぎます。リックドムを4機5機と失うことになると思うんですが、まあ、これで拠点を確保して次のターンでビグザムの攻撃を仕掛ける、まあ、そういう戦術のもとリックドム5機これを犠牲にしてマップ兵器を撃てるタイミングを待ちましょう。シロッコはメッサーラですね。あとはここにポームラサメがギャップランに乗ってます。いやこれ本当にティターンズの戦力半端じゃないな。母艦が沈められるのは避けたいので、まあ、ちょっと母艦守る位置取りというのは気をつけましょうか。それと同時にビグザムが仕留められるというのも避けなくてはいけないので、いや本当に厳しい戦いになってきましたね。もうガルバル対ガルバルみたいな戦いになってきてるので、まあ、完全に消耗戦ですね。何かで優位に立てるというような戦いではもうなくなってきてるので、消耗戦の中ではマップ兵器がどれだけいいタイミングで入ってくれるかっていうで、もうそこに勝敗がだいぶ左右されてくるかなっていう状態ですね。まあ、ただここまで進めてきて思ったんですけど、これ小学生向けのゲームでは完全にないですね。まあ、中学生あるいは高校生以上がプレイするゲームかなっていう感じがちょっとしますね。ここまで、なかなか攻略がね、進まない、難易度が高いってなってくるとそんな感じがします。ギレンのビグザムが半分削られたのか、まあ、回復ポイントには入ってるので回復できるとしても、ここでビグザムギレン閣下が撃破されるとその時点でゲームオーバー、バトエンディングに入ってしまうので、ちょっと注意はしておきたいかな。では砲撃打っていきましょう。まずここに1発、もう1発をどこに向けて打つかだな。まあここなのかな。ここでクロスして、ここのライラのガルバルハンブラビ G3 ガンダムも撃破しましょう。さあまずはギレン自らのビグザム大型メガ粒子砲です。これどんだけ入ってくれるかだな。もう一発、ここでハンブラビ撃破したい。ハンブラビは残るか、まあ、ただこれでだいぶ数は減らしたので、この次のターンでこらえきれれば逆転も可能かなと思います。ちょっとこのターンマップ兵器打てる角度がないので、ビグザムはエネルギーの補給に専念します。力押ししか考えられんやつには負けられん。まだシロッコ健在ですしマウアーなんかも健在なので、戦力的には互角五分に持ち込みましたけど、まだまだ予断が許さない状態です。で味方の方はね、モビルスーツ3機編成のものっていうのがちょっとずつ減ってきて、耐久が減った2機編成1機編成っていうものが増えてきているので、単純なユニット数だけでは判断ができない状況にはなってますね。かかってきな。ドロスが撃沈されてしまった。ちょっと守るための直援機が減りすぎてしまいましたね。残念ですけどしょうがないですね。さあ宇宙空母ドロスを失ってますが、グア人だけは絶対に沈められないようにちょっと後ろに下げましょう。でその中で敵の数を減らしていきます。ユニット数では逆転しましたので、あと気をつけなきゃいけないのがエネルギー切れが一つと、あとはシロッコですね。宝石を焦って命を落とすのは愚か者のすることだ。覚えておけ。ここはギレン総帥のメガ粒子砲マップ兵器になります。有料人種たる我々のために存在するのだ。シロッコメサラ撃破です。なんとたわいのない。来週一色とはあと残ったモビルスーツ、大したモビルスーツはいないので、ここからは相当戦に入ります。できるだけ早く相当してアクシズに備えたいので、攻勢をね強めていきましょう。最後に残ったティターンズの艦艇、このバーミンガム、これが撃破できればこのターンでこのグリップ2の占領が完了します。大丈夫そうですね。いや、ティターンズも強かったな。アクシズとはまだ本格的な交戦はしていないんですけども、まあ、ガザーシーとか運用しているのは確認してあります。モビルスーツの数がさらに減っているので残りの単数でどこまで巻き返せるかっていうのはありますけどね。ここからしっかりまたアクシズ対策していきましょう。ご采配をお願いします。はい、では次回はですね、残ったターン少ないですがなんとか巻き返しを図っていきたいと思います。まあ、舞台はルナ2をアクシズから奪還するというのが一つと、あとはですね、ソロモンも奪還できればいいのかなというところですね。地球上ではハイザック生産開始してますので、ハイザックうまく使ってですね、地球で奪われた拠点の奪還戦を行っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。